はい、訳ありダイエットを熊子姉です。と言っても、今日はですね、実は一つ抜けてたところがあって、まあね、動画、収録が抜けてるところがあって、どうしてももう一本分、なんかお話したいなと思ってたんです。まあ、それで、ちょっとね、どうしてもお話したいなってことがあって、今日は、6月3日の今12時ちょうどなんですけども、収録してます。はい。それはどういうことかというと、まあ、先日アップしたイラストレーターの、笹川香織さんの、インタビュー動画を、ちょっとね、見ていただきながら、いろんな方にちょっと見ていただきながら、まあ、感想を、いただいてました。はい。まあ私に手厳しいことを言う人を、厳選してってわけじゃないんですけども、まあそうだよね、なんて思うこともいっぱいあって、じゃあ、どうしようっていうことを、ちょっと書きたい、お話したいなと思っています。はい。でですね、まあそのいただいたものをそのまま読むと、インタビュー読むよ。そうすると、インタビュー開始から終了まで動画の質、内容ともにブレており、動画の質、内容ともにブレており、視聴するには辛いと感じました。9割以上飛ばしました。30分過ぎの反省会まで飛ばしましたが、反省会の自己分析が興味深かったので、メモも取りつつ、1.5 倍で、最後まで視聴しました。そう。で、街録のチャンネルも試しに見てみましたが、構成や編集技術がしっかりされており、感心させられました。チャプターで興味のあるところから、見られたり、字幕があるおかげで情報の入り方が良くなりますね。うん。まあ、反省の中で知らない人と話すのは苦手とありましたが、まあ、取材した動画をネットに上げるのであれば、下準備と最低限の撮影、編集スキルが必要なのではないかと思います。というふうに、まあ、言われ、まあ、すぐ凹む私はね、まあ、うわ、編集ね、うわ、すべてを投げ出したくなるようなストレートな内容の意見にたじたじ。そう、撮影している相手がいるからこそ相手に対するリスペクトが足りないのかな。それがまあ内容の雑さだと受け取られるというふうに思ったのだけど、っていうふうに、返信したのね。そう。で、実は、月曜日に、別のね、蔵王道場史跡を守る会の方に、インタビューをすることになってて、まあ、それに、今回の反省を踏まえてっていう、踏まえてってことで、まあ、すぐ私にできる代案は何だろうっていうことを考え、ちょっと、こう、それなら、まあ、こうしたらどうかなっていうのをちょっと考えたので、まあ、それをちょっと動画に話してみたいと思ってます。そう。まず、私ね、正直ね、街録の、動画をものすごく細かく見ているわけじゃないんです。本当、さらっと見ただけなんだけど、まあ、コンセプトは、私がやりたいのこれだ。っていうふうに思ったっていうところだけを受け取ったの、正直ね。それ以上は詳しく見てない。というのは、詳しく見れば見るほど、私は影響を受けすぎちゃうと思ったから。うん。というのは、いい影響も悪い影響もというか、その動画のサルマネにはなりたくない。できない。サルマネができるかどうかは別として、サルマネ風じゃちょっと困ると思ったの。まあ、それで、コンセプトをしっかり受け、コンセプトを、見、まあ、それに対して、まず自分なりの独自のやり方でやってみようって思って作ったのがあれだったんだけども、まあ、それもそうだなと、ご指摘の通りだなと思ってて、まあ、それならば、じゃあ私の独自性と、まあ、ポッドキャストっていう、ことを前提として、進めてる中で、まあ、どういう方法がいいかなっていうふうに考えたんだけど、それならば、まあ、動画ではなくて、まあ、
音声を収録して、その後、写真のスライドと被せて動画にするっていうのはどうかなと思った。そう。まあ、正直ね、正直な話、私は動画って、最初から最後まで垂れ流していいと思ってるの。垂れ流し。定点観測っていうか、まあ、ずっと垂れ流し。そう。ただ、まあ、細かく編集されて、まあ、見やすく調整されている動画がいいとか悪いとかっていう話ではなく、私は、マチロクって、ドキュメンタリーだと思うのね。ドキュメンタリーだと思うから、ドキュメンタリーは、である以上、なるべく、その収録してる時間をリアルタイムで発信したいっていうのが私のまあ正直なところなのね。そう。リアルタイムな発信ってことになれば、リアルタイムの発信であってドキュメンタリーとして捉えている。そう。だからこそ、まあ、状況はどうであれ、スタートから最後まで取りっぱなし、その上でっていうんだけど、まあ、そもそも、ドキュメンタリーっていうか、ハイパーリアルっていうか、ハイパーリアルっていう言葉があるかどうかわかんないけど、インタビューする人、こちらで、インタビューさせてくださいって言ってるわけで、まあ、そこでもう選んでるわけで、そこでもうリアルさ一つ消えるよね。で、その上で、カメラを向けてる。四角い枠の中に収めるためにカメラを向けてるってことで、レアさはもう一つ抜けてる。そう。そして、まあ、話をしてるわけだから、まあ、話の中で、会話で誘導することは、会話を誘導することできるからね。会話を誘導することで、さらにまたリアルさは抜けてる。そう。だからまあ、完全に相手に好きなこと喋って、自由にさ、好きなこと喋ってくださいって、まあ、言ってしまえば、まあ、それはそれで、リアルさは担保できるかもしれないけど、となるとさ、普通、そんなおしゃべりするのがお仕事じゃない方が、パッと、まあ、好きなインタビューしたいので好きなこと喋ってくださいって言って、まあ、好きなこと喋れるかって言ったら、まあ、そんなこともないと思うのよ。そう。となれば、まあ、そこにリアルさは、ない。リアルさはない。まあ、その上で、切り張りしてしまえば、もうそれはリアルじゃなくて、なんだろう。なんて言うんだろうな。そう、なんだろうな。リアルさっぽい演出？そう。でもドキュメンタリーに演出が必要か必要じゃないかって言われたら、まあ、ドキュメンタリー映画自体も演出されてるわけよ。そう。そう。で、演出されて、まあ、多くの、どの辺ドキュメンタリー映画もそうだと思うんだけど、ドキュメンタリーという名の、エンターテインメントなんだよね。そう。で、私はマチロクに、マチロクが好きかどうかっていうのは、私はあまり、まあ、どうでもよくはないけど、リスペクトしてなくて、興味がなくて、まあ、そのコンセプト、やっぱ、どうかな。まあ、ドキュメンタリーなんだろうな。そう。演出されたドキュメンタリーの方が、人には、見る方はね、確かに見やすいし、内容も入ってきやすい。そう。じゃあ、それが、そう。それが、なんだろう。その人を映し出してるのかって言ったら、どうなんだろう。それって、もう、主導権が、
撮ってる私、編集して発信してる私の方にあって、写ってる人に主導権があるわけじゃない。そう。写ってる人が主役であってほしい。私にとっては、どうかな。写ってる人が主役であってほしい私にとっては、編集で演出を加える。ドキュメンタリーにした段階で、主役は被写体である人から、まあ、写してる人から私に変わってしまう気がするのね。そう。それに関して私はどう受け止めてどう対応するべきかなっていうのを、まあ、悩んでる。この悩みってすっごいさ、まあ、アート的な悩みだよね。そう。これは面白いね。これは面白い。確かに。そう。まあ、それで、まあ、まあ、月曜日お会いする方、お話したかな？なんか自分の感情の中で喋っちゃったから、ちょっと、話が前後しちゃってるけども、月曜日の日に、別の方にインタビューをさせてもらうんだけど、その時は、まあ、音声は音声で撮って、写真は写真で撮って、まあ、スライドに、音声を被せる。で、事前に、まあ、まあ、軽くお聞きしてね、軽くお聞きして、こういうこと、こういうこと、こういうことっていうふうに、お話を聞いて、まあ、こういうふうな演出をしたいっていうふうにした上で、新たにお話を聞くっていう感じにしようと思うの。まあ、それはもう、それをしてしまう、それはもう、ドキュメンタリーじゃないよね。そう。だって、音声は、もう演出されてるわけだもん。その内容は演出されてる。そう。となれば、こういう二段構えもあるかもしれない。事前にその、打ち合わせしてるものも収録し、で、打ち合わせの後お話した内容は内容で、撮ると。そう。まあ、撮ったものを、最初に、編集して見やすいような形にし、あの構成して、動画にし、後半に、その前後の話を、する。あ、それもいいかもしれないね。そう。まあ、そういった方法だったら、まあ、一本の中にドキュメンタリーとしての要素と、その、インタビューさせていただく方の、人柄も含めてのお話なんかも入れられるかもしれない。まあ、次回は、まあ、インタビューさせていただく方に、ご了解した上で、そういう方法でちょっとやってみたいと思います。そう、まあね。そう。なかなか難しいというか、まあ面白い話だよね。そうだな。まあ、この取り組み自体は始まったばっかしだし、なんだろう、私がコンテンツを作る側として、どこが面白いのか、どうすればいいのか、そう、どこが私らしいのか、私らしい色を残しながら、インタビューする方の、なんて言うんだろうな、素の部分を表現する。そうして、表現する。そういう意味では、やっぱ写真との、連携は、いい気がする。そうね。そうね。いや、それがいいな。そう。幸い、この、なんてことない、このスマホでも、音声を収録しながら、音声を収録しながら写真撮ることできるからね。そう。そうすれば、まあ、後で編集するなり、音声を切り貼りして編集することも、まあ、できるし、そうね。そういう感じの方向に今度はしてみよう。そうだ。結論決まった。素晴らしい。
まあ、そんなわけで、今日はですね、イレギュラーで収録してるんですけども、笹川香織さんの時のインタビューのものを、ご視聴いただいた方からのご意見を踏まえて、さらに、私らしいものを打ち出した街録にするにはどうしたらいいかっていうことを模索してる私の声を、収録させていただきました。うん。まあ、ここからはですね、ちょっとね、話が変わるんですけど、なんて言うんだろう。16時間断食だな。ちょっと前の動画でインフルエンサーに、地域限定、地域の、インフルエンサーになりたいんだっていうお話を、したんですけど、そのために今、ちょっとずつ勉強はしてるんです。はい。で、ぶっちゃけね、Facebook、Facebook、Twitter、Instagram、TikTok、YouTube っていうのが、今、目の前で考えられる、メジャーな SNS だと思うんです。うん。そう。少なくても、長岡市っていうふうに考えるとね、そう、私が住んでる長岡市。で、その中で、私と同世代で、情報発信っていうことを考えると、Facebook が一番なのかなっては思ってるんだけど、ただ、情報発信、インフルエンサーの役目って何かっていうと、私が考えるインフルエンサーの役目っていうのは、地元、地域における、地元の、地域における、インフルエンサーの役目は、発信力がない、発信力が足りてなくて、貴重な情報を、貴重な、情報を発信、十分に発信できない人の代弁者である、と思ってるわけ。うん。そう。で、Facebook の長岡の場合、Facebook 長岡っていう、長岡市グループっていうものがあって、そこは、6000人くらいのメンバーがいるかな。で、計算上ね、長岡の、Facebook のアクティブユーザー数って大体1万人ぐらいなわけ。うん。うち大体、長岡市グループは、実際長岡の人がどれくらい登録してるかわかんないけど、4000人ぐらいが長岡の人だとすれば、あらかた半分ぐらいの、4割の人、長岡で Facebook を使っている人の4割の人は登録している。うん。ってことは、そこに投稿することで、100% ってことはないにしても、かなりの確率で、情報発信できてるっていうような形にはなってるの。うん。それは私は Facebook の長岡市グループを作った時に夢見たもので、私が管理人を離れた今になって、しっかりそれが実現されてるんじゃないかなっていうのが、私の正直なところなのね。そう。でも、なんだろう。企業にしても、市民活動をしている方にしても、個人に関しても、ビジネスで ビジネスでやってる方でも、地域に向けた配信力っていうのは、おそらく、インターネットで世界中に配信するよりも、難しいんじゃないかって思ってるのね。そう。難しいと思ってるの。というのは、インターネット上の、緩いつながりで、だけでは解決しないで、インターネットとインターネットじゃない部分の、その綿密なつながりの中にお互いの信頼関係があり、それによって情報が集まって、その情報を配信できる。
ていうものである。地域の場合ね。まあ地域じゃない、地域に限定しないのであれば、その人の実績しか見られない。実績ありき、実績ありきの、実績ありきというか、まあ、その、ステータスが優先で、その次に、まあ、信頼度っていうことになるのかなと思うんだけど、まあ、地域の配信はまたそうではないような感じがするのね。まあ、それで、それを踏まえると、まあ、どこから、構築していくかっていうと、まあ、まあ、Facebook から、もう一度私が発信力を持つには、圧倒的に発信力を持つには、まあ、Facebook から攻略していくのがいいのかなって思ってる。でもまあね、正直、まあ、Facebook 上の人間関係は、なんだろう、Facebook 上の人間関係が、まあ、苦手で、避けてきただけに、ここに来て Facebook にガチに関わるのは、まあ、正直ね、なかなか、苦しいな。そう、苦しいなってのが、まあ、正直なところなのよ。どうしていったらいいんだろう。そう、どうしていったらいいんだろうって思うのも、思うんだけど、私がなんで、地域の情報発信にこだわるかっていうと、やっぱりすべての人が発信力を持ってるわけじゃなくて、まあ、すべての人が発信力を持ってるわけじゃないから、発信力を持ってない人の、役に立ちたいっていうのが、一番のポイントだよね。で、まあ、そういう人たちのためにも、発信力を持って、代わりに発信できる自分でありたい。と思ってるわけ。そう。といってもね、今現状は、ちょっと、他のね、もう私が、ずっと Facebook から離れていた間、まあ、みんなずっと Facebook を使ってきた人たちばっかなわけ。だからね、ほんと投稿一つ見ても、まあ、すごいわさ、この子みんなすごいなと、ほんとただただ感心するばかりの、圧倒的な発信力で、そう、今現状は何一つ、私がね、地域限定のフェイス、長岡市のインフルエンサーだって、確かに元祖は元祖だけど、もう一回失った発信力と信頼はもう、本当、地に落ちている現状の中で、こっから何をどうしたらいいかっていうのは、本当に、わからないっていうのが、まあ、正直なところなんだけど、そう、まあ、手探りでもやっていくしかないのかな、と思っています。そう、で、まあ、アルゴリズムは、おそらく Facebook も Instagram も、まあ、そんな変わらないと思うんだよね。だからまあ、Instagram の、フォロワーの増やし方を参考にすれば、まあ、Facebook でのつながり方もできていくと思うんだけど、まあ、単純に Instagram と Facebook、まあ、会社は一緒だけども、会社が一緒で二つあるってことは役割が全然違うものとして捉えてるはずなんだよね。で、まあ、Facebook を改めて触ってみると、Facebook は、日常のつながりにプラスアルファ、インターネットっていう要素を加えたツール。で、Instagram はそうじゃなくて、もっと、
フレンチというか、まあ、すごく緩い、日常のつながりをあまり意識しなくても、自分のなんか感覚的につながれる人同士でつながり合えるツールっていう感じかな。だから、Facebook と、Instagram は、やっぱり、共存共栄しない、なんだね。そう、そこを、気づいた。でね、そうね。そして、共同共栄できないものっていうふうなものね。で、まあ、情報配信、最終的に情報発信を、まあ、インスタグラマーじゃなくて、地域限定の、インフルエンサーっていうことであれば、まあ、どちらが優先度が高いかって言われると、まあ、情報を集める。まあ、情報が、まあ、集まってくる。自分の信用度を高めるには、Facebook の方が有効。で、自分の感性も含めたは、人とのつながりを増やしていくんだったら、インスタグラムの方が有効。で、情報を、拡散するなら、ツイッターの方が有効。そう。で、その情報を掘り下げてお伝えするのなら、YouTube が有効。というわけで、YouTube、Facebook、Instagram、それぞれ、利点がある。で、それぞれ同時進行で、共存できるものだっていうことを今話しながら確認できた。まあ、そんなわけで、今日は、前半、笹川さんの動画に対して得られた、私の、反省というか、今後の展開、今後の、街録風の動画どうしていこうかということの答えが、今現在の答えが一つ。もう一つは、Twitter、Facebook、Instagram、YouTube を私の中でどうやって住み分けていくかっていうのが一つ。まあ、ここら辺をちょっと整理させていただきました。そんなわけで今日はですね、ちょっと急だったんですが、訳あり大トークをウォーキングしないまま部屋の中で収録してます。そんなわけで、今日も最後までご視聴ありがとうございました。まあ、今後どうやっていこうか、どうなっていくかっていうのは、まあ、足踏みというか、まあ、歩きながら考えていくっていうのが、現状ですので、また皆さんの応援よろしくお願いします。マッコネンでした。バイバイ。